どうも皆さんこんばんは、ゆりかげです。今回はですね、メーテルですね。前回メーテルって言ったんですね。全然あれが違ったんですね。どうやらメーテルというらしく、今回もね、またメーテルやっていきたいなと思います。今回はですね、またね、前回はね、このアラン、この、なんだろう、すっげえヤンキーっぽいような、なんか高校生 みたいなのをね、彼をね、操作してやったんですが、今回はね、エミリーですね。こっちもすっげえファッションセンスというか、髪のセンスがもう1980年代ぐらいのファッションの、頭がブルーベリー 頭がブルーベリーかブドウか、もうどちらかも毒物 ちょっともうやっていきますね。はい、わからん。今夜私の友人がパーティーを開き、たくさんの人が集まってお酒を飲んで楽しんでいます。午前1時頃 遅くない？午前1時？午前1時頃、荷物を持って出発しました。遅くね？終電ねえじゃん。荷物を持って出発し、タクシーに乗りました。窓から何も見えず、外はひどい吹雪でした。帰りは1時間ぐらいかかったはずだ。ようやく車が止まり、タクシーの運転手が着いたよと言っているのが聞こえました。外に出ると何も見えませんでした。木々にしか見えなかったのかな。の木は生い茂る、まあ、森の中にいた。言葉を発した間もなく、頭を打って気を失いました。私は、壁の後ろから聞こえる大きな騒音で、私は埃っぽい地下室で目覚ましてました。突然騒音が止み、すぐに彼は部屋に入ってきた。まあ前回と同じですね、ルールは。まあこのゲームはね、まあちょっとでも、もう物の位置がトラバサミあるわ。怖すぎ。まあこのゲームはね、端的に言うとね、ちょっとでもね、このアイテムの位置とかが少しでも変わってたら、もうその時点でね、ダメーっていうゲームですね。まあ、最高というか、まあ、変態ですね。変態に まあ、ぶちのめされるというか、お仕置きされちゃうっていうやつですね。The door is screwed on。 これは、いや、あれだな。これは、ここの、あれなんだろう。飯を出し入れするところぐらいしかないから、ない、ね、ないからじゃねえな。ないね。ないからってなんだよ、その。鍵穴っていうか、扉の形してないから、ここは締め切りになってるっぽいね。トイレ。おい、ロックピック。ここか？ん？あそこにあるの、木が。これ届く？届いた。レンチ。これをどこに使うんだ？ここか？そんなわけないか。あ、普通にここ開くのね。I need to find the way I need to out. find the way out. ちょっとすいませんね。あれ、これ、俺、セッティングで、これね、なんか、字幕つけたはずなんだけど、字幕つかないね。字幕つけたはずなんだけど、つかないね、字幕。なんでだろう。まあいいか。まあいいか、とりあえずね。あ、ちょっと待って。閉めとこうね。こういう、そこの、トラバスに引っかかりそうで怖い。ノブ？ノブ？ブランク・ペパー。なんかうっすらと書いてあるけど、関係ないのかな。ノブをつけたのか。あ、ここノブなかったの？気づかなかったわ。うわ、そこにもあるわ。
ランク、フランクって言うのかな、パソコンが置いてある。特に探しても何しか、ネーム、エイム、バーバー、全然わかんないわ、全然わかんないわ。不可視のインクを開発するためのソリューションかな。数量8個、重量4キロ、料金54ドル。何の話してんだ何の話してんだこいつ、わかんねえな。何もなしか。ここ開くかな。開くけどアイス、何もなしか。あいつどこにいんだろう。ちょっと待ってね、いつでも逃げられるというか戻れるようにね、ちゃんと調節とかないと。でここは開けられる的な。 Too dark、暗いから操作できない。これ明かりつけるか。え、ロッカーのパスワード、もうちょっと出る。あ、ね、聞こえなかったと。ここにいんのかこいつ。ロックドオンザアザーサイド。もう今もうぶん殴りに行こうぜ。制裁加えに行こうで、ここのとこはこれなんだろう。え、ちょ、一回閉めて、よいしょ、大丈夫、はい。I need to get back to this. I hope he won't suspect a thing. Suspect. OK. 何もしてないですよ。おい、何もしてねえからよ。いい子にしてるからさ、とっとと早く出してくれよ。ん？あれ？While he's out, I can see a beacon to his room. 784。これ、あそこのロッカーのやつか。ロッカーのパスワード。これそうだよね、784って。Huh? Well, wait a second. Wait a second. Someone was here. な、何もやってないですよ。何もやってないですよ。お前の気のせいだよ。セーフセーフセーフ。オッケー、危ねえ。あいつ寝るの早くね？俺の親父じゃん。俺の親父ぐらい寝るの早かったよ。784ね、オッケー。俺との親父と寝る、上寝ぐらい。クローバー、これは何に使うんだ。まあ一応電気消して、クローバー、これぶっ壊すのか。アイス、うん、プリーズオブアイス、うん、アイス、これか。大丈夫、大丈夫？逃げられる準備を。Damn. ほら来ちゃったじゃん。ノイズ。おう、ノイズ。ノイ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 。聞こえてませんよ。私には聞こえませんでしたよ。気のせいですよ、気のせい。電子レンジが鳴っただけですよ。きっとあなたの気のせい。そう、気のせい。多分。さあ次も大丈夫なはず。あ、ちゃんとそっち見に行ってる。やばいやばいやばい。Well, wait a second. 何も書いてないですよ。気のせいじゃないな。気のせいじゃないですか、おじいちゃん。あ、よかった。なんか持ってった。
これ出ちゃって大丈夫ですか。あ、音楽が元に戻った。大丈夫ってことか。わあ、なんだこれ。今は、2時20分19分ぐらいか。オイルタンク、オイルバーでもちろんないか。これはなんだ。こっちは開かない。はぁ、あのじじこんなところで何してやんだ。こっから逃げ出そう。いや無理だな、肩幅的に無理だな。関節外すぐらいのあれがないと。ほらやっぱ784これだったんだな。まあ、とりあえずそれはいいや。でちょっとそこので中にはおっきいキー、ここか。 OK 開いた。よしこれ、これは収集要素か、前回同様。足元注意だね。お、バケツ、バケット。お、レバーかな？レバーアーム。ん？これ上いける？あ、でも違うか。おお、サクソ、わからん。ちょっと待ってね。大丈夫大丈夫、ちょっと待ってね。バケツ、危ない危ない。ここ閉めとかないと。で、大丈夫かな。一回にちょっと戻って、で、これも閉めといて、ここのやつを持ってったっぽいな。何のために。で、待って。一回ね。消えてるね。OK、あ、待って。これさ、水汲めんじゃない？水汲んで、ちゃんと止めて、で、電気消して、扉閉めて、で、鍵かける。で、扉開けて。これ、温めんじゃない？それとも水ぶっかけるとか、そういうことか。違うか。784。ちょっと待ってね。ここはね。一応閉めておく。で、これだよな、多分。はいはいはい。チクチクチク。ほっ、ないよ、ばっか。おえん？お、エレベーターだ。これはただの棒か。デンジャーオフ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 。24V。足し算か、つまりは。やばい、足し算俺できねえんだ。足し算苦手なんだよ。 2.5V になるように調整しなさいってことか。ねー、わかんないね。で、ここの2つ使って、で 5.8V と 7.6、6.3、4.3 か。よし、普通に電卓を使った。7.0 power. OK. No power. OK. とりあえず、ちょっと待って。あっ、そこの、あ、
違うな。このレバーは多分そこで使って、この水はホットスチーム、ホットスチームは違うか。あ、お、キーズ、キーズ、そっち行けるってことか。違う、The key, key card。 お、開いた。お、ヒューズ一個足りねえ。 The fuse is missing。 ヒューズが足りねえとおっしゃるか。隣から水の音が聞こえる。やべえ、このイヤホン早く変えて、耳が痛い。マジ、イカれるわ、ほんと。大丈夫だよな。多分これを下ろすんじゃねえか。この木箱なんだ。ホット。あれは、ワーマー下ろせないのか。足元に注意しろね。ヒューズがないからか、話にならない。ウォザーサイド、まあなんかバールとかハンマーとかそこら辺がないと壊せないってことだろうな。ちょっと待ってね、もう一回確認ね。はい、大丈夫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 、 OK で締めときましょう。しにしてみた方がいい。いや、閉めた方がいいんか、一応。で、この状態で、あいつ来ちゃうんじゃないかな。大丈夫かな。Too dark. Okay, no, we'll see you. Yeah. It's not the best time to turn on the compressor. Compressor. It's not the best time to turn on the compressor. Turn on the compressor. は？どういうこと？え、さっきあいつがと、え、何、閉じてった的な？え？ It's not the best time to turn on the compressor. いや、全然意味がわからないです。ちょっと待って。It's not the best time to turn on the compressor. コンプレッサーをオンにするのに最適な時期ではありません。どういうことですか？ちょっと待って。It's not the best time to turn on the compressor. コンプレッサーをオンにするのに最適な時期ではありません。つまり何かが邪魔をしてるってことか。あ、これ作ってるからダメとか、そういうことかな。It's not the best time to turn on the compressor. コンプレッサー。アイテム。デンジャー。レバーアーム、ここの中に入れるとか、そういうことじゃないの。ホットスチーム、アームだからこれとかじゃないの。ホットスチーム、ノーパワー。あー、ドライアウト、ゼネイト、わかれん。ん？バインビサイシインビセブルイン、あ、全然わかんないですね。はいはいはい。翻訳。それ、目に見えないインクを購入します。ゴミを捨ててください。アラームを設定します。カードキーを金庫に入れてください。意味がわかりません。はい。アラームを捨てる？ゴミを捨ててください。これってことか？
ゴミを捨ててください。アラームを設定します。これ2、これ0219とかそういうことかな。そういう単調なわけではない、もちろん。784、ここは開けたんだもんな、確か。It's not the best time to turn on the compressor. ああ、多分あれなんだろうな。コンプレッサーは多分、あいつがいないから多分、つけても無駄だよって言ってるんだろうな。多分、そういうことだと思うんだ。このレバーはどこで使えばいいんだ？これは使え、つけられるだけか。この中に入れるとか、そのインクを。インクを入れるとこではないと。ホットスチーム。ホットスチーム。で、レバーアーム。レバー、アームはそこなんだよ、やっぱ。ロックピック、もちろん使えない。あれ？これってあれじゃない？一章の。最初のワン、はあ、こっち側で何かやっぱ必要なものがあるのか。シューズかじゃ。シューズか何かあるのか。どこかに。ここか。なこれ。あ、夜間オイル缶、オイルキャン、ちょっと待って。リスト、いや全然わかんないね、うん、ちょっと待ってね。はい、閉めた閉めた閉めた。あー閉めてない、閉めた。はい大丈夫、今度こそ多分。まあバレても正直今更だけどね。で、オイル缶、オイルキャンウィズオイル、全然わかんねえわ。あ、入れたってことかな。はいはいはい。で、このオイル、オイルさじをそこに刺して回して止めると。はいはい。で、すごいな、危ない危ない危ない。で止まる。First you need to lift a lever。で、24V。24V はさっき計算したんだけど、あ、待って。閉めた。ここだ。で、It's not the best time to turn on the compressor. 違うの？そういう意味ではないと。どういうことだ。じゃあ、だって多分これやったらそうだよね、こっち側のスチームがついちゃうんだもんね。だから止めるんでしょ。止めた後だよな。じゃあ
Looked exit。 ここ水路をぶっ壊す的なことをやんないとダメなのかな。止めたでしょ。じゃあここの水を抜かないといけないってことだな。じゃあを抜いた後だよな。じゃあダメか。ここやっぱ関係してんのか。それともこっちか。違うか。ここだ。違うんかい。ここじゃねえんかい。どうなんだ。じゃあ、これもしかしてオイルを刺すところによって。マジか。洗濯ミスっちゃった俺。オイルの刺すところめちゃくちゃあるもんね。ワンちゃんこれ一番最初にそれやっちゃダメだった。いやでも、まあ、よかったんだと信じたい。レバーアームは多分ここしか使わないでしょ。にもう回したかどうかなんか気づかねえよなあいつは。そこまで天才的な、天才レベルのあれじゃないよな。さすがに気づかねえはずだ。24V。 No power。 で、それをやった。 It's not the best time to turn on the compressor。 なにこれ。この金庫のあれがわからん。あ、なんか上に書いてあった。タスクか。タスクだから関係ねえや。2012とかしやってみる。ベータだけど。さすがにベータするか。さすがにベータだよな。2102もダメか。It's not the best time to turn on the compressor。 どのタイミングがいいの。だってあいつを呼び寄せるため。何、わざと罠引っ掛けるとかそういうこと。わざと罠引っ掛けるとかそういうこと。わざと罠に引っかってあいつを戻って来させるとかそういうことかな。My foot。 来たわ。変わってない変わってない変わってないっけ。変わってない変わってない変わってない。出ないよな。さあ大丈夫だよな。
て。Well, wait a second. Someone was here. 大丈夫なはずですよ。This door was opened when I left. え？オープンザドア。え？オープンザドア、どこの話？え？わかりたくもねえわ。あ、戻ってきた。いるよな。ちょっと待ってね。一回ちょっと。いける？こっち側。いけるんだったら話は変わる。オッケー。でもここはダメなんだよな、よく考えたら。ちょっとね、これなんつってんだ。あばななななな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これ翻訳。まずはエレベーターを持ち上げる必要があります。はーい。あー、多分ここだ。ここを閉めちゃったからだ。シューズとかどこにもないしね。ふう。ちょっと一回やってみる。じゃあ成功するかまた別の話として。成功するかまた別の話として、ちょっとやってみるか一回。OK。で、よし。一回ちょっとこれ試してみよう。脱出できるかどうかまた別の話になるしな。これで無理なら無理だと諦めよう。あ、ノーパワーになっちゃってる。あれ？え、じゃあやっぱダメなのかな？パスワードも何も分かってないしな。オッケー。いた。あ？やっぱダメなのこれ。いや、ちょっと本気で分かんない。いや、ちょっとね、もう全、ちょっとね、今回はちょっと、今動画でいくから何分ぐらいだ、ちょっと待って。あ、そことこ長くなりつつ、ちょっとね、また攻略法とかちょっと見つけて、ちょっとね、次回にね、持ち越したいなと思います。でね、まあ、見どころがあんまなかったと思います。なのでね、ちょっとね、次回ね、次もね、ぜひ楽しみだなと思っている方は、ぜひともチャンネル登録。そして、ね、今回ね、脱出できなくても、まあ、次頑張れよ。
と思ってる方はぜひとも高評価よろしくお願いします。俺こあれなんだ、これ両方とも同じことを言ってる気がする。ね、では今回の動画はここまでにしたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。では失礼します。